皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は Steam で新たに発売されているこちらのデッドモナーキーに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちら2023年5月19日に発売された中世の世界が舞台のオープンワールド型の単性 RPG なのかな。残念ながら日本語には対応してないんですが、早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。個人で開発したゲームみたいですね。かなり難易度が高そうですね。だから一回死ぬとキャラもロストしちゃうのかな。難しそう。あ、いろいろ出てきた。とりあえず、このままデフォルトの難易度でいってみましょうか。結構ストーリーがあんのか。ここら辺は全部英語なんで、なんとなくでやっていきましょう。これ装備を選ぶのか。ロングソードかな。ロングソードにしてみよう。最初のパーティーメンバー、ウォーハンマーにしてもらおうかな。セカンドパーティーメンバー。パーティーで行くのか。じゃあ、グレートソードにするか。これキャラ魔法とかない感じですよね、きっと。面白そう。これプラスで、スタートポイントありますね。何がいいんだろう。攻撃力上げるか。これ何？力か。なんかいろいろ細かそうですね。いや、HP はあった方がいいと思うんだよな。で、攻撃力高めにするか。これマックスなんですね。ちょっと攻撃力メインでいきましょうか。これでスタートゲームしましょうか。すごいな。面白そう。はい。どういう感じなんだろう。来ましたね、プロローグ。とりあえずジャーニー始めてみましょうか。こんな感じなんですね。もうそのまま、これはリアルタイムのあれなのか。これが資金？毎週お金が減ってんのか。これが食料ですかね。半端にモラル。愛でいろいろ。インベントリーというかステータス画面ですね。裸だな。なんかあるけど。これは？持ってる？持ってるってことですよね。はいはい。いいじゃないですか。これがパーティーメンバー。今3人ってことか。はいはいはい。で、食料が、あとこんだけ30あるのか。これがなくなったらパーティーの士気が落ちるのかな。なるほど。クロスボウを持ってんですね。これはどっかつけれんの？クロスボウ。そういう感じですよね。これで切り替えできんのかな。とりあえずこれでやってみましょうか。で、マップがこんな感じで、どこ行けばいいんだろう。とりあえずいろいろ移動してみましょうか。どうやってお金とか稼ぐんだろう。なんか人がいますね。で、E と Q で回転も、画面の回転もできるっぽいな。入れんの？入りましたね。なるほど。これでいろんな場所行って、何ができんだろう。なるほど。いろいろ、なんかいろいろあんな。ここでやってみる。250。ちょっとお金が戻ってきた？何これ。なんかできましたね。宿屋、行ってみましょうか。オーナーと話す。これで、部屋を借りられるのか。これで回復できんのか。こんな感じなんですね。アリーナがある。アリーナいいんじゃないですか。ここで、戦闘訓練ができる。
一番難易度低いのこれかな。これで戦うってこと？いきなり。あー来ましたね。どういう戦いなのこれ。あ、なるほど。どこにやるかを決められんのか、まずは。どこにこう、あ、3対3で戦うわけですね。はあ。ああ、敵来た。やばいじゃないですか。これで、10のスタミナ使って攻撃してみましょうか。ああ、これでいけんのかな。あ、これでいけそうですね。はい。おお。移動は？あ、移動した。で、攻撃したいですよね。このままいける？あー、嘘。この人を囲んでやった方がいい気がするんですけど。これで、あー、嘘。やば。攻撃された。移動しようとしたら攻撃されちゃいましたね。いた。もう一回攻撃してきた。いや、強いな。あ、やばいやばいやばい。めちゃくちゃ強いぞ。とりあえずもう一回攻撃。ガードされた。もう一回。はい。あ、いいですね、いいですね。あ、倒した、一人倒した。この人が結構危ない気がするけど。あ、スタミナ使う攻撃でいいですよね。ああ、ガードされた。こっち側も囲むか。連続攻撃はやっぱりできないわけですよね。これで、敵のターン。あー、やられた。これで、攻撃。これ死んだ人は生き返んないの？もしかして。生き返りの魔法とかなさそうですもんね。え、ガードされまくるな。しかもロングソードじゃないからな。あ、もう一回攻撃できますね。全然食らわないんですけど。うわー、あー、よしよし、危ない。OK。え、これもうパーティー一人死んでるっぽいな。もう一回声でいきましょうか。よし、ナイス。ちょこちょこと攻撃。はい。よし、やりましたね。これで、待つか。危ない。あ、それ斜めもいけるんだな。はい、攻撃。ダメか。移動して、攻撃。ナイス。弱い。もう一回攻撃。ダメか。いや、ちょっと装備を間違えましたね。はい。OK。まあ、2対1だったら勝てるでしょう。OK。こっち側も、攻撃。ああ、そうか。振り向かせてからのやつだとすごいダメージ入るのかも。あ、死んだっぽい。仲間死んだっぽいんですけど。ああ、これ取れんの？はい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 。あー、すごいすごい。お金とか結構入ってきたけど。仲間は。ちょっと待って。仲間死んだ。仲間死にましたね。早っ。175。あー、これいいかもしれないな。これにするか。ちょっと待って。仲間を集めないとダメでしょ、これ。仲間募集はどうすればいいの？シェルターは？仲間を増やさないと一人死んじゃった。あ、ニューリクルート来た。おー、なるほど。あー、いいですね。安い人何人か入れるか。みんな弱す。この人をまず、雇いましょうか。データ差は分かんないんですね。で、あともう一人高い人も雇うか。
攻撃力高い人がいいかな。でも HP もいくらかあってほしいですよね。あー、この人強いかも。プラス3プラス3ってすごいな。この人にしましょうか。とりあえずここで雇えると、インベントリーで、あ、増えましたね。装備は、あ、一応装備も持ってるのか。あ、面白いかも。あー、できれば高い人にいい装備。この人高かったですからね。これと、ヘルメットをあれして。で、食料が欲しいですね。マーケット行くか。なんとなくやることは分かってきた。食料、あー、ここで売ってるわけですね。いろいろと。あー、900でいいの売ってんな。意外と防具安いかも。げっ、食料高っ。待って、食料めっちゃ高いな。1個買うか。げっ、食料やばいですね。もうなくなっちゃう。3000すんの。もっとバンバン稼げってことか。1個ずつ買ってけんのか。意外と安いかも。じゃあ50個ぐらい買っときましょうか。で、防具がやっぱもっと欲しい感じ。4000。防具は買っときたいな。これは売るか。ああ、いいですね。こうして、ちょっとみんな防具は強くしときましょう。あ、で、リンゴとかも持たせられんのこれ。あ、そのまま食べることができるんだ。スミスは？はいはい。あー、なるほど。リペアもできるわけですね。あー、で、剣も作ってもらえると。あー、なるほど。資源があれば、鉄とかあれば、作ってもらえるんですね。で、防具もいろいろ作ってもらえると。じゃあ、ちょっといろいろ探索しましょうか。こういう石とか、入れんのかな。周囲の探索です。あ、そこなんかあるな。箱？あー、あー、めちゃくちゃいいのがある。え？お金とか。え、何これ？めちゃくちゃいいじゃないですか。宝箱があった。これ、来ましょうよ。めちゃくちゃ強い。やりましたね。装備もいいの渡しとくか。え、こういうの探した方がいいな。宝箱があるぞ。よく見たら。他になんかこう、マップ上に人はいなさそうですね。これは何なんだろう。これは盗むってこと？買うってことですよね。普通に売ってるだけか。夜だけど、なんか、あ、そこにも宝箱ある。これ取った方がいいでしょ。な、軍団をバンバン作っていけばいいってことなのかな。ああ、お金入ってた。これで稼げるな。え、でもこう木とかは切れないの。この辺も見てきましょうか。な、人をいっぱい引き連れるとやっぱり賃金とかご飯ですよね。かなり使っちゃいそうだからな。あ、そこにもある。マップはもっと広がってんのかな。はいはいはい。あ、なんかすごいコインもいっぱいゲットできてんな。あ、ファインドアイテム。アウトポストは全部お店みたいな感じなんで。良さそうなあれを。槍とかもあんだな。そう、お金マークは何なんだろう。キャンプですね。これバンディットキャンプだな。アウトローが3から6。めちゃくちゃいるな。これは今行ったら多分死にますね。それ取ったらまた街戻ってアリーナで戦おうかな。これ人数ってどうなんだろう。3対3でやんなきゃいけないのか。
あとはバンディットですよね。それをやっていくか。あ、お金。よしよしよし。あ、ここに今クエストか、レイドクエストを受けてて、それがあれなのか。まあいいや、一度アリーナで稼ごう。まずシェルターで人、安い人あー、なんか増えてんな。高い人がいっぱいいる。あ、こうアーチェリー系、あ、この人欲しいかも。遠距離武器扱える人欲しいんですよね。もう一人ぐらいいないかな、安い人で。とにかく人が欲しいですよね。まあでもお金ないからこんぐらいか。じゃあ、アリーナですね。何対何でやるんだろう。頑張るか。あー、でもいっぱいいるぞ、敵。え、敵めっちゃ多いな。こっちよりか多くないですか、敵。やばいな、それ。同じ数じゃないの。ここら辺まで移動して、こっから狙えるかな。あー、いけそうですね。はい。あー、ミス。クロスボウもっと欲しいかも。クロスボウ持ちの人の前に出てあげた方がいいですよね。あー、これ向きを。そっか、向きを変えないと。危ないですよね。横に入られないように注意した方がいいのか。こういうことか。これで待つしかないですよね。はい。いや、これ大変だぞ。ああ、来た。ミス。横向きでどうにか攻撃入れたいですね。ああ、いっぱい来た。めちゃくちゃ来るな。ああ、まずこの人が、これで攻撃するか。はい。ああ、入りましたね。やっぱ向きが重要っぽいな。で、こっち側も。ああ、ミスか。クロスボウはちょっと一度離れた状態で。これ大丈夫？味方に当たりそうだけど。おーおー、すごい。え、何これ？全体ダメージなの？貫通した？もしかして。クロスボウ強すぎません？体勢を立て直そう。あー、やばい。移動できないのか。え、何これ？あ、なんか、移動しようとすると、大変な音になる。移動時に攻撃受けちゃうんですね。じゃあ、この人も、あー、そういうことか。これ、厄介だな。そういうシステムなのか。囲まれると、じゃあ、かなり大変なことになるってことですね。しかも、攻撃ができないぞ、これ。そういうこと？じゃあ、最初の、あれがめちゃくちゃ重要だな。何もできない。いや、もう攻撃できないですよね。うわぁ。やり方は分かってきたけど。あ、なんか上がった。うわー、ひどい。首が飛んだ。あ、囲まれてる。まず、クロスボウが、ここら辺に移動して、あー、できないの？これ。はい。いやー、厳しいな。はい。倒した。あー、その、理想部っていうのが下がってんのか。こっち側に攻撃できないかな。あー、首が飛んだ。いいですね、いいですね。で、この人も、なんか、ワイルドストライク行ってみるか。あー、避けられた。
いや、もうこれで無理ですね。はい。あー、やばい。なんとか。オッケー。もう一回来た。おっと、危ない。これ主人公ですもんね。まずこっち側から、後ろ側から回って、やるか。これなんで攻撃できないの？クイックショット。もう行きましょうか。ああ、ミス。最悪。もう一発いけない？ダメか。アビリティも使ってった方がいいんだな。はい。攻撃もうできる人いないですよね。終わりだ。ああ、やばい。大丈夫？やばい。ああ、危ない。やられた。はい。いやー、ミスった。もう一回普通の攻撃。OK。これで、行きましょうか。クロスボウ。よし、やった。で、こっち側も、あー、ミスった。もう攻撃できない？やばい、死ぬかも。よしよし。やっぱ主人公強いですね。これで攻撃しちゃいましょう。あ、ミス。ミス多いな。普通の攻撃。ミス。攻撃。ナイス。で、クロスボウ、クイックショット。あ、ミス。ミスしまくん。ああ、もうどうしようもないですね。またそれ。やばいな。っていうか、味方死にすぎでしょ。もう、めちゃくちゃ死にまくる。攻撃しましょう。はい。よし、倒れた。ようやく倒れたな。で、こっちが移動してからの、あー、もう攻撃はできないか。まずもう一回攻撃。そいつやりたいですね、早く。移動してからの、あ、撃てない。ということは、もうこれ待つしかない。やばい、その人死んでほしくない。あ、もう一回やられちゃった。強いんですけど。あ、ようやく倒した。二人しか生き残ってない。いや、みんな強すぎでしょ。経験値いっぱいもらえたけど、もう最初のパーティーの人死んじゃった。あ、でもめちゃくちゃもらえますね。戦利品はいっぱいあるんですけど、人の命が軽い。あっという間に合いですね。いや、結構 HP みんなゴリゴリ削れちゃうからな。で、装備してた服とかっていうのは死ぬとロストしちゃうのか。なくなってるっぽいな。いや、こうバーディットとの戦いは相当大変だな。かなり準備していかないと無理ですね。まあいいや。とりあえず今回は一度、この辺りで終わりにしましょう。